な、もういいだろ、分かってくれたよな。仕事からああいう状況は普通なんだよ。今みたいにテスト前の時期とかさ、仕方がないんだって。だったらなんであんなおしゃれなカフェで会う必要があんのよ。学校の研究室とかでいいじゃない。だいたいあんた普段だったら行きたがらないじゃない、あんなメルヘンな店。だから大学で今問題になってるんだ。生徒に手出す教員が多いとかでさ。でも勉強を教えてくれって言ってくるなんて可愛いじゃん。言い分は分かった。若くて可愛い我が生徒を学校でたぶらかすのはまずいから、若くて可愛い生徒さんのために普段だったらヘドが出るのを我慢してアリスインワンダーランドみたいな店に行ったっていうことね。若くて可愛い我が娘カホには一度だって勉強は教えてはくれないんですね。お前俺の話聞いてた？可愛いって生徒としてだ。単位落としたら可哀想だし、二人で会うのは気が引けるけど仕方なく教えていただけだって。他人の子の成績は気になっても果歩のことは気にならないんだ。へえ、一度も勉強教えてあげたことないじゃない。あの子今まで何回赤点取ったか知ってる？30回だろ。知ってるよ。どうして勉強教えてあげないの？連れ子でも優しくするって言ってたのに全然話してもくれない。なんで？あんな可愛げのないやつに教える気になるか？どうせふざけてるかバカにされるか時間の無駄だよ。何を言っても話も聞いてくれないし。だからってそれで終わりなの？このままでよかったってわけ？もういいわ。急に呼び出しといてそんな言い訳聞かされるとはね。春子さん、お待たせしました。さあ、行きましょうか。あれ、誰ですか、この方。知り合いの大学の教師。はじめまして、久保と申します。久保君、行こう。ちょっと待てよ、春子。お前、こんなやつ。そうですか。そういうことですか。あなたですね。ヘタレで、ドキンガンで、非人道的な。ガキ以下、ゴミ虫未満の元彼氏さんというのは、いや、お噂はかねがね。どうも。私は春子さんとお付き合いさせてもらっているものです。あなたと違って春子さんを心から愛しています。もちろん娘さんのことも。あなたのような愛情を注いであげられないかわいそうなお方はこれ以上私たちに関わってほしくない。カホは俺の娘じゃねえ。何も知らなくてテストのこと言ってんじゃねえよ。分かったでしょ、こういうやつなんです。最悪だよ。自分の子供じゃないって事実だけど、それはひどいっすよ。振られて当然です。子供じゃないって本心じゃないんだよ。言葉のあやでさ。それに生徒だって本当に教えていただけなのに。
まあ後藤さんゲスに見えますからね。僕も下心ありありなんだと思ってました。今日相談があるって誘われたのもそういうことかと。俺どうすればよかったんだろう。どう思う？お前経験豊富そうじゃん。そうですね。まずその悩い態度を改めた方が良かったんじゃないです？な、もういいだろ。分かってくれたよな。仕事柄ああいう状況は普通なんだよ。今みたいにテスト前の時期とかさ、仕方がないんだよ。だったらなんであんなおしゃれなカフェで会う必要があんのよ。学校の研究室とかでいいじゃない。第一あんた普段だったら行きたがらないじゃない、あんなメルヘンな店。だから大学で今問題になってるんだ。生徒に手出す不埒な教員が多いとかでさ。だけどリスクを犯してまで勉強を教えてくれって言ってくるなんて可愛いじゃないか。そうです、その調子です。だから本当に浮気じゃないんだって。お前なら分かんだろ。いや浮気だったら神経疑います。相手の子の春子さん行きましょうか。誰ですかこの方は。知り合いの大学の講師。どちら様ですか。久保と申します。その辺はどうでもいいです。あなたのような愛情を注いであげられないかわいそうなお方はこれ以上私たちに関わってほしくない。カホは私の娘ではありません。あなたは何なんですか。そのような不毛な言葉を次々と並べ立てて。この後はどうしたのか。食い下がるべきだったんですよ。その毅然とした態度で論理的に春子さんを圧倒するんです。血は繋がっていないかもしれません。事実、赤点ばかり取っている彼女と私は似ても似つきません。愛想も悪くひねくれていて可愛げもない。それでも、それでも彼女と。喋り方で無理しすぎてうまく話せない。これじゃダメだ。まあ大学の講義ですらアナリ様ですからね。急に態度変えても無理してるのが見え見えでよくないですね。じゃあどうすればよかったんだよ。そうですね、大人の態度がダメなら逆はどうですか。あんな可愛げのないやつに教える気になるかよ。どうせふざけてるかバカにされるか時間の無駄だよ。もう何を言っても話も聞いてくれないし。もうダメだろ。まあ自然な感じではありますけどね。あ、その鶴子ちゃんがその場にいればよかったんじゃないですか。あいつがいたらか。お母さん早く帰ろうよ。あれ別れたんじゃないのこの人。今大事な話をしてるんだ。帰りなさい。平日だぞ、学校あんだろ。そっちこそ授業があるんじゃないの。三流大学の講師の仕事がさ。うるさいな、お前だって三流私立だろ。元男子校の。ひどい。その三流私立には私の働いたお金で通わせてるんですけど。この子今まで何回赤点取ったか知ってる。30回。イエーイ。知ってるよ、いつもアホみたいな顔して相撲ばっかり知ってるの見てるから。
バカで当たり前だよ。いつもじゃないし、もういいんですけど。勉強よりためになることいっぱい教えてくれるの。どうして勉強教えてあげないの。だってこんな絡みづらいやつ見たことないよ。いくら教えても話も聞いてくれないしさ。だって教え方超下手なんだもん。それで大学の教師受けるんだ。もうしょうがないか。所詮三流大学の教授。ごめんなさい、少しですもんね。正直ここまでひねくれてるとは思いませんでした。というか同じレベルで喧嘩してどうするんですか。それでも大学の教授、講師ですか。やっぱお前に相談したの間違いか。どうすれよかったんですかね。晩飯かかってるから真面目に考えますよ。伝えてるから安心して。ママにも謝っといてね。はいよ、じゃあね。ママって。お母さん、久保のやつが遅れるってさ。ああ、さっきこっちにも連絡あったよ。帰ったらちゃんとカホの勉強見てあげるからって。どう、仲良くやってきそう。そんなわけないじゃん。本当男の趣味悪いよね。今日多分プロポーズされると思う。昨日言われた。え、マジ？予告プロポーズかよ。てかなんで？私じゃダメじゃね？家族になるわけだから、ちゃんとカホにもいてもらいたいとか。本当いい迷惑。お母さん、本当に結婚すんの？まあいいかなって。顔はあいつの方がタイプなんだけどな。タイプじゃ生活できないからね。本当趣味悪いよね。私はどっちも無理。あいつ悪いやつじゃないんだけど、女子大生に手出すとなると私も他人事じゃないし。ああ、あれは関係ない。生徒だと思うよ。あいつ仕事は手抜かないタイプだから。じゃあどうして喧嘩したのさ。まあ話の流れでさ、カホの話になったんだけど、グジグジしだすから頭きて。ちょっと私のせいにしないでよ。どういうこと。総じて後藤さんは情けないです。後手後手に回って裏目に出るようなことしか言わないし、本人が目の前にいるんですから、もっと強気に出た方がいいんですよ。うるさいな。講師とかやってるけど面と向かって喋るの苦手なんだよ。いや、だったらなんでわざわざ呼び出したりしたんですか。そうじゃないと伝わらないこともあるだろ。どういうことですか。結婚しようとか。プロポーズしようとしたってことですか。なんだ、もっと早く言ってくださいよ。それだったら話変わってきますよ。そういうことなら真面目に考えます。お前な。あ、そうだ、いい方法がありました。これならヘタレでもできます。あなたがどう盛り返すんだ。いや、その連れ子のことをどう思ってるかちゃんと話した方が良かったんじゃないですか。まずそこが解決されないことには受け入れてもらえませんよ。なるほど木村、報酬の晩飯は近いぞ。で、
具体的にどうする？電話で呼び出すくらいの根性はあるんですよね。母のこと嫌いなわけじゃないんだよ。父親役とかあいつそういうの嫌がるだろうしさ、それくらいはあいつのこと分かってやれてるつもりだよ。それは春子の望んでることじゃないかもしれないけど、母のこと考えるとこれでいいんじゃないかなと思ってる。なんだね、ちゃんと考えてたんじゃないですか。なんでそれが言えなかったんですか。お前の言う通りヘタレなんだろうな。いざその時になったら何も言えなくてダメだよな。じゃあ私ともこのままでいいんだ。木村、焼き肉行くぞ。お、急に気前いいですね。行きましょう。どうしたんですか。こいつに何かされたんですか。カホちゃんも安心してくれ。僕が来たからにはママを全力で守る。これから私は春子さんにプロポーズするんだ。帰りたまえ。カホちゃんにとってもそれがいいに決まっている。そうかもしれないな。あの時どうするべきだったかずっと考えてた。結局あの瞬間素直に気持ちを伝えられなかった俺をなかったことにはできないんだよな。ただこのままじゃダメだと思って。お父さんバカだな。何目線で喋ってるんだ君は。第一君はもっと恋人に会ってたな。春子さん、春子さん。